バンジーさんの夜ご飯として出してみようと思います。おかえりバンの家、バーン。どうも、うんちゃんです。今日はですね、バンの家恒例のお寿司ネタでございます。このねシリーズもねものすごい数になってきました。今日はドッキリなんですけど、イクラをねすり替えるシリーズがねとても多いんです。毎回皆さんに見てもらえるんでね、今日もイクラをねすり替えようと思います。今日すり替えるのはこちらでございます。これ皆さん知ってますか？これはですね、フィンガーライムという果物でございます。こちらの果肉を取り出してイクラをねちょっとすり替えてね、バンジーさんにね食べさせてみようと思います。ちなみにね、とても酸っぱい食べ物になっておりますので、よろしくお願いいたします。それではね、これの中身を見てみましょう。これがフィンガーライムというねものなんですが、切ってみたいと思います。いやー、ここ心さんだね。まな板ももうだいぶ使っちゃったんでね、大きい新しいのが欲しいところなんでね、バンディさんに頼んでおこうと思いますよ。これね、切ってみないとどれが赤色かわかんないんですよね。じゃあちょっとこの絶対赤っぽいやつから切ってみますね。お、あ、全然赤じゃなかった。こうやって押すとね、モニュモニュって出てきるんですよ。モニュモニュって卵みたいなので、これをねイクラを取って飛び子としてね、バンディさんに食べてもらおうと思います。しかし困ったね、色がこれは何色だ。あ、これも赤じゃないわ。赤いのが分かんないんだよな。これ何色だろうな。あ、これ赤だ。これ赤色ですね。でもじゃあそこまで赤じゃない。面白いですね、この果物。パプリカでね色をつけようかな。これだとちょっと薄いんでね。完成です。すごいね。これはちょっと分かりにくいかもしれないですね。飛び子ですね、これはどう見ても。できました。こちらはね、バンジーさんの夜ご飯として出してみようと思います。はい、安かったから買ってきてあげたの。おお。え、ウー様は何食べる？一緒に食べる？米食わんじゃん、夜いつも。イカ刺しと日本酒。やったぜ、うまそう。国産生本マグロ使用、30% オフ。まあ食べないよ。食べないよ。まあ食べないよ、食べないよ。さっきこれ食べてお腹いっぱいになったの。じゃあお寿司いただいちゃうよ。本マグロ。美味しそうだね。やば、この醤油マジ大好きだ。醤油がうまい。鹿児島のね、刺身醤油大好き。どうぞ。貝食べる、貝。貝食べたい。貝食べる。なんか糸みたいなの出てる。うん、飛びっこだよね。そうだね。なんか新鮮だとこうなの。深いやつだとこうなの。へその緒だそれ。へその緒。うん。魚のへその緒。そっかな。美味しいな、醤油。そうね。
なんこれ。あー。あー。なんですかそれ。これなんですか。いや全然違うよ。食べていいもんよこれ。食べていいよ。わあ。すげえ。何食べた？わかるな。なんか。すごい。酸っぱいし、なんかプチプチが、すごいプチプチ。あー、酸っぱい。あー。それはね、フィンガーライムというね、ライムです。食べた。ビタミン C たっぷり。食べていいもんなんだよね。うん、ドッキリです。今日のドッキリは、とびこがフィンガーライムだったら。とびこがフィンガーライムだったら。いくらが乗ってたん最初。ああ。ああ。本人そのいくら乗せてるからね。てててサクサク言ってましたよね。パチパチを通り過ぎてサクサク言ってた。いやでも、とびっこだと思って口に放ったもんだから、うん、びっくりしたよ、体が。あ、ほんと涙出たもん。なんか辛いとかよりは変なリアクションだったからね、大丈夫かなと思いますよ。取れ高の問題です。取れ高の問題、私はすごい心配してます。あなたの感想はどうでもよくて。以上でございます。よかったならよかったです。以上ですか。以上です。今日も騙されました。こんにちは。カメラはね、常に置いてあるからね、回ってるかどうか分かんないんだよ。そうなんです。今日も騙されました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お待ちしております。フィンガーライム、フィンガーライム気になった方はぜひ試してみてください。試せる？そんな簡単に。知らないです。どっか売ってると思う。こんな出会い方じゃなかったらもっと好きになれたのかもしれないのにっていう。美味しいよ単体だと。多分そうだよね。あのね、普通のライムとグレープフルーツがちょっと混じってるような味で、なんか結構美味しい。だって最初あんな最悪の出会いだったのに、最終的には飲み込めたわけだから、多分悪いもんじゃないと思います。いいものです。そう、美味しいよ。今日のコメントテーマは、夫婦二人とも鳥のシャツを着てることについて一言お書きください。何もないよそんなの。それでは皆さん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。